この試合は主審笠原弘樹、副審中野拓、浜本龍介、第4の審判員山岡亮介、 VAR 山本雄大、アシスタント VAR 野村治、以上審判によって行われます。まずは白のユニフォーム名古屋グランパススタッフラインナップです。背番号1ゴールキーパーランゲラック、背番号26ディフェンダー成瀬俊平、背番号4ディフェンダー中谷慎之介、背番号3ディフェンダー丸山雄一、背番号23ディフェンダー吉田豊、背番号15ミッドフィルダー稲垣翔、背番号8ミッドフィルダー角谷陽一郎、背番号2ミッドフィルダー米本拓司、背番号16フォワードマテウス、背番号9フォワード山崎亮吾、背番号11フォワード相馬勇気。続いてリザーブの選手です。背番号21ゴールキーパー武田陽平、背番号6ディフェンダー宮原和也、背番号14ディフェンダー木本康樹、背番号5ミッドフィルダー長澤和樹、背番号10フォワードガブリエル・シャミール、背番号19フォワード斉藤真希、背番号25フォワード前田真央、そして監督は松島ビッグオフィシュートを決めるゴールドランドストライカー、クワノ・ブルーロンベンデス。続いてリザーブの選手です。背番号21ゴールキーパー
山野井匠海、背番号2ディフェンダー湯沢雅人、背番号5ディフェンダー宮大輝、背番号8ミッドフィルダー杉本太郎、背番号初級ミッドフィルダー田辺翔太、背番号37ミッドフィルダー金森武、背番号10フォワード城野幸。背番号12アビスパ福岡サポーター、そしてアビスパ福岡を率いるのは監督長谷部茂俊、本日の待ち込み集団は5秒経過です。